どうも、ライオンです。皆さん、ファンタシースターオンライン2ニュージェネシス楽しんでいらっしゃいますでしょうか。2月の2日から超 PSO2 の日が始まりましたね。どれくらいブーストの恩恵に扱われるのか、楽しみなところなんですけども、昨日公開されました NGS ヘッドラインで2月のアップデートの情報などが出てましたけども、今回はですね、その内容について、私が個人的に引っかかった部分、ね、注目している部分について話していこうと思います。皆さん的にはこっちの方がってのがね、ありましたら、よかったらコメントの方にね、書いてもらえたら嬉しいです。こんな感じでこのチャンネルではちょっとした NGS の動画を投稿したり、深夜は NGS の実況ライブなんかやってますんで、よければチャンネル登録をしてですね、ライブの方にも遊びに来てくれたら嬉しいです。では、早速2月の9日のアップデートなんですが、もう来週ですね。これがいろいろすごいんですよ。まず、2章のサイドストーリー、ね、なかなかこうストーリーがね、急須な作品でちょっとしたね、サイドストーリーでもあると嬉しいんですが、ナーデレフのステージライブ、ね、それに関する内容のようで、そして、そのナーデレフのステージライブも実装されると、ね、様々な効果が得られるということで、ね、その敵が、動物が弱くなる、ね、そっちの方の能力が実はあったんだっていう、ストーリーから、なんだろう、みんなにもパワーを与えてくれる方の歌も歌えるようになったんですかね。まあこれって、でも、ステージライブに出くわすまでにサイドストーリーの方をやらないと、ちょっと微妙な感じになったりとかしませんかね。ちょっとふと思ったんですがね。はい。水曜日は、その、メンテが終わるや否や、アプデが終わるや否や、ログインとかできない生活なんでね、ちょっと気にしてます。まあそれにしてもね、ナーデレフのステージ衣装がすごく好きです。すごくいいです。はい。さあそしてレベルの上限の解放、そして、ハイランクセクションの追加、ね、こちらも大注目です。レベル上限が40になりまして、そしてまずは、マグナスさんがですね、そこにランク3、ね、追加されるということで、エネミーのレベルは35なので、まあ、レベル40を目指す、ね、レベリングには、久々にエアリオリージョンの方にね、戻ってくる形になるみたいです。あとね、エアロティクスっていうね、なんかメセタをたくさん落とすエネミーが出るとか、ね、こちらも金策に苦しんでいる、ね、私はとても嬉しい情報です。で、装備品の強化がプラス50まで可能になる。ね、特殊能力も5つまで付けられるようになるということなんで、まあ、レベル上限は5解放されるだけですけれども、こっちの装備品の方で結構なパワーアップができるんじゃないかなと思ってます。まあ、いつもならね、一つのアップデートの中で引っかかった注目だなっていうもの、目に留まったなっていうものってそんなないんですけども、今回この2月9日のは、どれもこれもがすごいんでね、まだあるんですけれども、マグのジュークボックス機能ね、これも地味に嬉しい。うん、やっぱ曲が変わったりするとね、こうずーっと繰り返してる丸グルなんかもこう、気分がね、変わりそうですし、ただ私みたいに配信するときは、その曲、ね、権利関係大丈夫かな、配信していいのかなっていうのは、事前に調べておいた方がいいのかなとか、ちょっと思っております。そして、続いては、パーティーボーナス。これはね、パーティー組む意味が薄かった NGS においては、かなりの変化になってくるんじゃないですかね。まあ、ただ、組んでくれる人が、そういない私はちょっと寂しいところですけどね。ライブに来てくれてる皆さん、よかったら、同じシップの方、パーティーね、誘ったら組んでくれますか。あと、PSO2 みたいにね、NPC のこうサポートパートナーとかね、こう連れていけるようになったら、ね、嬉しいんですけども、そのうちそんなの実装されませんかね。そして、新スクラッチ、シュガリースイーツ、シュガリースイーツ。これはもう最初に表示された、なんか、羊風の感じの、ね、キャラが来てましたが、男性用の丈の長いアウター。これ絶対欲しいです。はい。なんかクロックコートみたいな感じなのかなって最初思ったんですけども、その肩の部分のね、装飾は取り外せるみたいなんで、いよいよ私もね、私のメインキャラも、旧作衣装を卒業する時が来たかなのか、ちょっと思っております。ね。まあ、その他いろいろね、アークスカードとか、ね、いろんな新要素もありますが、まだご存知ないという方はですね、ぜひ動画の概要欄に URL がありますんで、ね、NGS ヘッドライン本編の方をね、見てチェックしてください。
さあ、そして、その翌週のですね、2月16日のアップデートですけども、まず、SG スクラッチに新たなアイテムですね、ナーデレフのステージ衣装なんかが追加されるみたいです。あと、ジャリルとか、大人気のモフセンのね、パーツなんかもあるみたいです。誰でもね、気になったのが、ロビーアクションがですね、このステージライブ その歌ってるところとか、楽器演奏してるアクションがね、加わってるんですが、以前からね、ナーデレフのあの曲っていうのは、ブラスがかっこいいのに、なんでそのバンドの楽器構成がギター、ベース、ドラムしかいないのって思ったんですが、そのロビー役の中に管楽器のモーション入ってるんですよ。なんか映像ではね、いまいちこう手と表示位置が合ってない風だったんですけども、あれがあるってことは管楽器のパートもライブには加わったりするんですかね。だって曲中ではあんなすごいかっこよくなってますからね。さあ、そして、緊急クエストにダークファルスが登場するそうです。きっと手強いんでしょう。でも、あんなでっかいの相手にね、ワイワイしながら戦うっていうのは、きっと楽しいんだろうなと思っております。はい。で、新武器シリーズ、サンクエイムが、ドロップするようになるらしくてですね、こちらは、今みんなが欲しいけど出ない、ね、レリックシリーズと、同等の能力を持ちながらドロップ率はそこまで低くないという、これはちょっと、ね、手に入れたいですよね。まあただどれだけの武器種がねあるのかとか、私の使ってるのなさそうだなっていうのとか、あと、強化に結構なね素材が必要だとかでちょっと引っかかる部分はあるんですけども、ちょっとね、楽しみに待とうと思います。そして、新スクラッチスマートミリタリー、こちら2月22日に追加されるそうです。23日が祝日、祭日なのでね、火曜日の、ね、22日の更新みたいです。こちらが SF 風ミリタリーファッションって感じですが、こちらもね、男性用のアウター、これなかなかいいんですよね。これも注目です。欲しいです。はい。そしてキャストパーツ、特徴的な、ね、男女とこの大きなマニピュレーターがすごい目を引くんですが、まあ、あれによって、武器をね、握って持ったりとか、手にはめて装着してっていうじゃなくて、一部のウェポンなんかは、前腕の外側に取り付けて扱うみたいな、そういう表示方法になったりするみたいです。はい。その他、オペレーションリポートなんかがですね、まあ、ユーザーの意見に対して開発チームの方の答えなんかがね、いろいろと聞けましたけれども、まあ、その中で私的には、クラスレベルの上限解放のペースについてなんですけど、全然このぐらいで早いとは思ってないですかね。はい。そして、最後に、今回最も衝撃だった、オフィシャル VTuber の登場、ね、ポポナさんっていうね、VTuber さんがね、登場したんですけども、私その、イドラっていうシリーズ、そのソフト全然知らないんで、完全初見だったんですけども、ね、その MGS ヘッドラインが終わった直後にもう第1回の配信を開始してて、もう見に行きましたけどね、大盛況でした。すごいなと。うん、こういう方向でのね、盛り上げってすごいいいですよね。うん、私も早速ね、チャンネル登録しましたし、Twitter のフォローもしましたね。はい。もし、ポポナさんの放送のね、コメント欄で、なんか見上げた時にはよろしくお願いします。さて、今回の NGS ヘッドラインの感想トークはこんなところですかね。来週のアップデートすごく楽しみですし、結構な配信頻度でライブをやってくれるらしいね、ポポナさんの配信もすごくね楽しみですし、ますます NGS がね楽しくなっていきそうで、すごく嬉しい、そんな情報たくさんの NGS ヘッドラインだったかなと思います。では、今回はこんなところで、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。越えろ地獄の使者、闇が空を覆う。